はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第900回をやっていきたいと思います。今回は金融政策の有効性ということですね。まあ、例えば中央銀行がお金の供給量を増やす、それっていうのはどれぐらい有効なんだろうというのを見ていきたいと思います。で、結論なんですけど、金融政策の効果っていうのは IS 曲線の傾きによって変わりますよということですね。まあ、IS 曲線っていうのはこうね、利子率の減少関数ということで、まあ、右下がりのグラフになるわけですけど、傾きはマイナス B 分の1マイナス C と、ね、いうことですね。マイナス B 分の1マイナス C ということですね。で、 B っていうのは投資の利子率弾力性ですね。だから、まあね、利子に対して、ね、利子率に対して企業の投資が、まあ、どれぐらい反応するかということですよね。で、利子がちょっと、変わっただけで大きくボーンと反応する場合は、ね、利子率弾力性が大きいというふうに言うわけで、逆に利子率が変化したのに、ね、投資はあんまり変わりませんでしたというのであれば、利子率弾力性は小さいということですよね。で、分子の C っていうのは、まあ、限界消費成功ということで、まあね、家計の消費ですよね。で、所得が増えたときに、所得が1単位増えたとき、まあ、例えば所得が1万円増えたら、まあ、どれくらいを消費に回しますかという割合ですよね。所得1万円増えました、ね、で1万円丸々消費に回しましたっていうんだったら、ね、限界消費成功は1ということで大きいですよね。逆に、所得は1万円増えました、ね、ほぼ全額1万円、貯金に しましたということであれば限界消費成功は0ということで、小さくなるということですよね。で、この、ね、B と C、投資の利子率弾力性と C、限界消費成功というのがこの、ね、IS 曲線の傾きになっているということですよね。で、まあ、もしね、この傾きが大きいっていう時は、ね、B も C も小さい時ですよね。B が小さい、分母の B が小さくて、で、分子のこの 1-C の引き算の部分の C も小さければ、小さい小さいだと傾きは大きいですね。逆に大きい大きいだと傾きは小さくなるということになります。はい、そうした時に、まずは IS 曲線の傾きが、大きい場合ですね。IS 曲線の傾きが大きい場合、一番極端なこう垂直っていうのを、書いてみる。いますけど、 IS 曲線の傾きが大きい場合、すなわち限界消費成功、分子の、ね、1-C のこの引き算の部分になっている C が小さい、もしくは、ね、分母の B、投資の利子率弾力性が小さい場合ですね。小さい小さいで結果的に傾きが大きい場合というのは金融政策の効果が小さくなりますよということですね。 IS 曲線がこれです、ね、で LM 曲線がこれで結局、金融政策をしましたとね。で、ここに移動しました。だけど国民所得は全く増えてないということですよね。ね、なぜなら限界消費成功が小さい。要するに人々は、ね、所得が増えても、ね、消費しないと、ね、いうことですね。もしくは投資の利子率弾力性が小さい。利子率が変わったのにあんまり投資をしない。だから金融政策をやっても効果が出ないということですね。はい、今度は逆です。IS 曲線の傾きが小さい場合ですね、まあ、一番極端な場合で水平というのを引いていますけれども、IS 曲線の傾きが、緩やか、ね、小さいということですね。それで金融政策をしましたと。金融政策を、ね、ここだったのを、ね、貨幣の供給量を増やして、ここまで、金融政策をしましたと。ね、いうことですね。IS 曲線の傾きが小さいというのは言い方を変えたら、ね、限界消費成功が大きい、または投資の利子率弾力性が大きいということですね。大きい大きいで傾き自体が小さくなるという場合です。その場合は結局もともとは国民所得がここだったわけですけど、それは国民所得がここまで、これだけ国民所得が増えるわけですから、金融政策の効果っていうのは大きくなるということですね。だから金融政策がどれぐらい効果があるかっていうのは IS 曲線の傾きによって、ね、でそれは一般家計の、ね、限界消費成功と企業の投資の利子率弾力性ですね。企業、家計が、ね、所得が増えたら、消費をすると、家計が、ね、所得が増えたら消費をするというのであれば、ね、金融政策は効く、もしくは、ね、利子率が下がったら、ね、企業は投資を増やすというのであれば、ね、金融政策は効きますね。しかし、ね、もし家計が所得増えたのに消費を増やさないと
いうこと、もしくは、ね、企業が、ね、結局利子率が下がっているのに投資を増やさないということであれば、金融政策をやってもほとんど効果が出ないということが、まあ、この、ね、グラフの分析からも分かるというわけお話です。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。